金井博之は、日本の実業家、切手収集家。繊維機器不織布メーカーである、金井重要工業の社長、会長。切手収集家としては、モーリシャスの切手コレクションで、世界的に知られ、財団法人切手文化博物館理事長、有馬切手文化博物館館長を務めた。1925年5月16日、兵庫県山ヶ崎市生まれ。 裕福な実業家を父に持ち、5歳の時に初めて切手を収集した。13歳の時に趣味にのめり込み、大学在学中に2つの切手収集クラブを設立した。金井は、早稲田大学で政治経済学を学んだ後、日本大学で工学の学位を取得した。大学終了後、祖父が設立した繊維機械製造会社に勤務。後に、 家内重要工業など多くの企業の社長となった。2012年1月26日、大阪市にて没。ボルドーカバー。1988年に家内によって売却され、1993年に575万スイスフランで落札された。アリマ手文化博物館当初、家内は一般的な切手収集家であったが、第二次世界大戦後に日本、 フィンランド、イギリス植民地の切手の専門的な収集家となった。有種家同士の交流を通して、カナイはモーリシャスのポストオフィス切手に注目するようになり、やがてその所有者となった。この貴重な切手は確認されているものが27枚、あるが、そのうち6枚を個人所有し、この切手の最大のコレクターとなった。1971年にカナイは 1>, 1ペニーの赤い切手と2ペンスの青い切手を重複して、ボルドーの宛先に郵送された、ボルドーカバーと呼ばれるカバーを1億2000万円で購入した。1988年、カナイはボルドーカバーを売却し、残るカナイのモーリシャス切手コレクションは1993年、デビット・フェルトマンによって、チューリヒでのオークションにかけられた。 モーリシャスの古い切手183ページからなる。このカナイコレクションはギネスワールドレコーズに最も高価な切手コレクションとして認定されている。カナイは多くの有志家の賞を受賞し、晩年は財団法人有志文化センター理事長、有馬切手文化博物館館長を務めた。ありがとうございます。